どうも、ナオチンです。パルワールドやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は伝説のグレイシャル、簡単な倒し方をやっていきたいと思います。グレイシャルのいる場所ですけども、この辺りですね。左上のここにいますので、行ってみてください。レベルは50です。で、ちなみに、私のレベルが今35なんですよね。普通にダメージを与えると、1しかダメージは入りません。でも、これがあればいける。焚き火です。焚き火を用意してください。用意する場所ですけども、ここにね、登る場所があるんですよ。ここの下。ここの下に、焚き火を用意して、で、一応、保険のために、この上の部分にも、焚き火を用意してください。この火に当てて倒していきます。はい。ではまず、誘導していきましょう。結構攻撃範囲が広いので、注意してください。いきまーす。ミスった。ミスった。OK。とりあえず、攻撃を当てて、この辺りまで避難してください。そうすると、グレイシャルが、こっちの方まで来ますので、来た来た来た。で、これで上に来るか下に来るかなんですよね。ちょっと待って、消えた。ああ、上来た上来た。上ですね。上の時は、下に降りてください。で、OK。こんな感じで、うろうろはするんですけども、うまいことはまんないな。うまいことはまると、ガシガシダメージが入るんですけども、ちょっと動かしますね。ちょっと動かしていきましょう。危ね危ね。ダメージ食らうと結構もらうんでね。できればね、これ下の方がいいんですよ。できれば下の方。あ、いって行って。オッケー、完璧かな。結構体がでかいので、うまいこと はまれば速攻で倒せます。来た、オッケー。まあ入ってるね、入ってるね。76ダメージがどん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 入ってると思います。この下にはずっと、焚き火をね、仕掛けてあるところですね。こんな感じでダメージを蓄積させていってください。で、レベル35ぐらいだったら、捕まえることがね、ちょっと難しいんですよね。でもちょっと、試してみます。テラとウルトラを、少し持ってきました。ちょっとさっきやった時に、テラでね、20回ぐらい試したんですけども、仲間にはなりませんでしたね。これ、捕まえるのがなかなか難しいんだろうな。あれ、あっちに。移動した。もう一回呼んできまーす。オッケー。もう逃がさんぞ。もう逃がさない。で、HP が、500ぐらいになってから捕獲に入りますね。500ぐらいになれば多分、1% ぐらいはいく。 1% でもね、全然捕獲できるにはできるんですよね。待ってよ、まずはテラから行くか。もう普通にはね、これ倒せない。レベルが低くて35だったら無理だ。でもこれレベル50とかになれば普通に戦えるんだろうね、おそらく。今じゃもうとてもじゃないけど、考えれないけど、まあまあまあ戦えるぐらいになるんでしょうね。 OK、
あと少し。でもこれ捕まえながらね、ちょっとね、HP も減ったりするので、まあ注意していきましょう。こっち来んなよ、こっち来んなよ。OK、OK、OK。もう少し。1000切ったら行こうか。1000を切ったら、行きましょう。怖っ。怖っ。あんま近づきたくない。よっしゃ。あ、ミスった。どうだ ?2%。お!あ、無理か。ダメージ受けるんだよね、これ。元に戻ったときに。うん、頼む。 7% までいってる。おお、来た来た、いけました。グレイシャル仲間にできましたね。今レベル35ですけども、できました。はい。ということで、今日は伝説のパル、グレイシャルの簡単な倒し方をやってみました。今、レベル35ですけども、もっともっとね、レベル低くても全然いけます。多分10とかでも全然いけるんじゃないかな。一発ぐらい攻撃耐えれれば、全然大丈夫かと思います。やり方は、グレイシャルがいる湖ね、凍った湖。ここの、段差がありますので、この下に、火を焚いてください。で、一応ね、上に来ることもあったので、上にも焚いたんだけども、まあ、下に焚くだけでも大丈夫そうですね。うん。この焚き火を焚いて、あとはここまで寄せてくるだけということです。お、まだいる?まだ、即湧きなの?グレイシャル速攻湧くの?そうなんだ。ちょっとグレイシャル速攻枠みたいですね。はい。なんで、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。めちゃくちゃ簡単に入手することができます。しかもこれめちゃくちゃ強いです。それではまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。